ああ、そっか。最初の会話でアリスさんと、イベント進行してないと、レコの宝物あげにくいよーんって、アリスさん言わなくなるんだ。なるほどね。じゃあ、このどっちかなんだね。ちょっと、まず二人、どっちもちょっとセーブしてお話聞いていこうかな。じゃあ、なおちゃんから聞こう。よかったです。少し不安になってしまって。レコさんの話とはどういうことですか？ちょっと離れて話をしませんか？その、レコちゃんの様子、変じゃありませんか？いや、まあ、何かおかしいですな。なんだか、違和感があります。どんなところがですか？性格、性別、行動。性格かな？レコさんの性格です。サラさんも、そう思いますか？レコちゃん、なんだか冷たいんです。態度というか、何か、レコちゃんについて変わったことはありませんでしたか？嘘の間に入りました。嘘の間ですか？はい、聞いていないんですか？私は何も。確かに妙だな。嘘の間で得たクリアチップをみんなに配るはずじゃ。サラちゃん、レコちゃんの右手の傷をご存知ですか？あれ、血流してたもんね。傷ですか？そういえば、レコさんと握手した時、ドロッとした血が手を伝ってきました。本当ですか？はい。レコちゃんは、やっぱり隠してるんですね。その傷がどうかしたんですか？実は、いえ、なんでもないです。ああ、ここでは やっぱ話してくれないんだね。あの場にならないと言ってくれないんだ。私もまだ、レコちゃんが何をしようとしてるのか、わからないんです。ただ、隠し事をしてるのは明らかなんです。隠し事か。でも、もしその隠し事が、私たちのために、何かを背負っているんだとしたら、助けてあげたいんです。お友達ですから。ナオさん、私も協力します。気のせいですよ。もはやマブダチですね。もはやマブダチですね。ナオさんとレコさんはただの友達ではありません。もはやマブダチです。マブダチって何ですか？なんとなくで感じ取ってください。はい、ごめんなさい。ありがとうございます、サラちゃん。サラちゃんと話ができてよかったです。これで話し合いは終わりだな。なるほど、こうなるわけだ。サラ！なんですか？ああ、これか。これパソコンの下りになるわけだね。オッケーオッケー。じゃあ、一回、タイトル戻って、ソウさんとカンナちゃんの話聞いてみよっか。サラさん、メダルの交換ではないのですが、ソウさんと3人でお話でもしませんか？しましょう。やった！ありがとうございます。ソウさん、記憶の方は戻りましたか？いや、でもカンナちゃんに聞いて大体のことは知ったよ。よっぽど打ち所が悪かったんだと思う。誰に殴られたんだろう。あくまで誰かに殴られたと言いたいのか？もしソウさんが本当のことを言ってるとしたら、一つ目のモニターを破壊した犯人とソウさんを殴った犯人は同じでしょうか？そうなのかな。割られた時、近くに木くずが落ちてましたよね。僕も木の棒で殴られた。なら、三島先生のモニターは、
それも同じ人物って考えるのが普通だよね。いやでも菊蔵落ちてなかったんよな。カンナとソウさんは一緒に行動してました。モニター室には行ってないので犯人は見てませんが、少なくとも三島先生のモニターを割ったのはソウさんではないのか。けど一枚目のモニター、あれを破壊できたのはあの時集合してなかった人物、ソウさんしかできないはずなんだ。やっぱり僕たちの中にいる誰かが破壊したのかな。でも本当に存在しないんでしょうか。カンナたち以外に誰かが。それは生き残りってこと？いえ、カンナが思ったのは誘拐犯側の人です。カンナたちは誘拐犯が何人いるのか知りません。ノエルさんやハンナキーさんはフロアマスターと名乗りましたが、他にも潜んでいたらカンナたちにはわからないんです。その通りだ。もし影に潜む謎の人物がいれば、いくら推理したって。でも誘拐犯側の人物が自分たちで用意したモニターを破壊するかい？あ、仲間同士を疑いたくないのはわかるよ。でもきっと9人の中の誰かがやった。僕はサラさんじゃないことを祈ってるよ。え、何を言ってるんですか？私がそんなことするわけがない。そうですよ、謝ってください。ソウさん、ごめん。ソウさんは少し疑り深すぎます。誰も信じられなくなったらおしまいですよ。でもソウさんの考えも一つの可能性として当然だ。サラさん、でもカンナちゃん、そんなに言うならさ、君は僕を信用してるの？カンナはソウさんを信じてます。え？今のソウさんは記憶を失ってますが、メインゲームの時は本当に怖い人でした。でもカンナは思うんです。ソウさんがいなければ全滅してたかもしれないって。ソウさんが真剣だったのは確かなんです。ソウさん、教えてください。あなたは一体何を考えて行動してるんですか？みんなと同じだよ。少し話し込んじゃったね。カンナ、行こう。話したがらないね。待ってください。逃げられてしまったか。これで話し合いは終わりだな。こうなるのね。はいはいはい。ではまた次に飛ばしましょうか。レッツゴー。はい、じゃあね、結構メダル集まってきてるので、1、2、30、50、80枚持ってるんで、ちょっとセーブはせずに、この犠牲者のビデオとかを見ていこうかなと思います。まだね、今誰の個人情報も手に入れられる状態ではないんだけど、このビデオたちだったら20枚ずつで見れるんで、ちょっと交換していきましょうか。景品とメダルを交換しますか？はい。刑事さんの交換でいいかな？交換しますか？はい。じゃあモニタールームで見ましょう。視聴します。一応誰にも見られないようにタイミングを見るか。よし、今なら大丈夫そうだな。真ん中のモニターに映し出そう。はい、映ってるね。中央のモニターには犠牲者のビデオがつながっている。
まずじゃあ犠牲者のビデオ1を見ましょうか。犠牲者のビデオ1か。映像を流すぞ。いや、何これ。誰？あ、あれ、この服見たことあるわ。これあれや、トトノエルがつけてた、なんか首にてかフードみたいな被ってた、この上の服、この子のだったんだね。動かない、足が。最初の試練終了まで10秒前です。誰、なんで私にこんなことするの。もうやだ、試練とか意味わかんないよ。お母さん、お父さん、誰か助けて。時間切れです。まもなく仕掛けが作動いたします。記念に最後の言葉を一つだけどうぞ。やめて、死にたくないよ。え、ひどい。中学生か高校生くらいだろうか。私と同じような年頃の女の子が無残に殺された。しかもこれは見せ物にされている。こんなビデオの景品にされるためだけに持って遊ばれたんだ。名前もわからない女の子だけど、あなたの無念は晴らしたい。いや、むごいね。しかもこの服とかがさ、整える今着てると思うと、もうほんと悪趣味だね。犠牲者のビデオに見ましょう、じゃあ。はい。くそ、ふざけんじゃねえぞ。うわぁ、結構ごつい人だ。あー、潰されそうになってんのか、これ。ふざけんな、ふざけんなよ、クソが。ぶっ殺してやる。こんなこと仕組みやがったクソ野郎ども全員、聞こえてんのか、てめえら全員皆殺しだ。クソ、クソ、俺を舐めやがったやつみんなまとめてぶっ殺してやる。ちくしょう、クズどもが。頼む、もう進めねえんだ、止めてくれよ、壁を、壁を。うわぁ、うわぁ、嫌なこと思い出すわ。もうさ、プレスで潰されるみたいな、もうね、わかる人にはわかると思うんだけど、あれを思い出します。あぁ、最悪。とても直視できない。じわりじわりと壁が迫ってきて、最後は男性を。おそらくこれは最初の試練だ。生きていれば私たちは出会うはずだった。協力してただろうか、敵対していただろうか、わからない。それでもどんな人かだけは知ることができただろう。この人のことを忘れてはいけない。そうだな。いや、見た目で言えばめちゃくちゃ好きな見た目してたから、うん、出会えなくてとても悲しいです、私は。でもなんか麻痺してきてんだろうな。なんかさ、やっぱ全然知らない人物だからなんだろうけど、何にも感じないわ。もうあんなに苦しい思いしてめちゃめちゃボロ泣きした後だとさ、本当に何にも知らない人だと感情って動かないんだね。うわぁ、やばいわ。ちょっと、私もおかしくなってきてるかもしれん。犠牲者のビデオ3じゃあ見ましょう。犠牲者のビデオ3か。映像を流すぞ。女の子が、これ首吊ってんのか。でも血が滴ってるけどな。浮いてるよね、宙にね。誰だろう。
ああ、くだらない。簡単に死んじゃってさ。ノエル？どうしたんだ？ああ、くだらない。簡単に死んじゃってさ。もっともがけよ。命に執着してさ、惨めったらしく抗えよ。つまんない人間。くだらない人生。てめえの服はいらないや。あ？あなたが、これを。そうだよ。悔しい。悔しい。ちょうど、死にたかったの。ありがとう。あ、はぁ？はぁ？はぁ？惨めに死ねよ！気持ち悪い！気持ち悪い！ムカつく！ムカつく！苦しめよ！地獄に落ちろ！落ちろ！俺に礼を言ったことを、後悔しろ！なんてやつだ。すでに尽きた命を、何度も何度もいたぶった。何なんだ、ノエルのこの強烈な憎悪は。なぜ、そこまで他人が憎い。一方的に命をもてあそんでおきながら、わけがわからない。嫉妬？なぜそう思ったのか、自分でもわからない。でも、直感的に何か引っかかる。ノエルからは、ある種の嫉妬のようなものを感じる。なんだろう。人間に対しての嫉妬というか、よそ、あんな奴のことを考えるだけで、なんだか心がザラザラしていく。そうか、ここでノエルの一面が見れるんだね。いや、今さ、その2章前半をクリアしたからこそのその犠牲者のビデオ3を見ての感想ではあるんだけど、なんか本当に人間に対しての劣等感というか、そういうの抱えてたんだと思うんだよね。で、その自分はあの父さんの最高傑作だっていうことをだけを自分のアイデンティティにして生きていたのに、父さんにそれをもう失敗作目と言われ、すごい、もう絶望の中、命をっていうのも人形だからおかしいのかもしれないけど、こと切れたって感じなのかなって思いますね。なるほどね。では、これはセーブせずに、ひたすらあとメダル集める感じにしようかなと思います。あ、ここか。ここでまだ多分、九太郎さんの話聞いてないよね。これ、聞こうか。サラ、メダル交換しないか。20枚でどうぞよ。はい。よし、話だけでも聞いてくれるよ。サラ、お前さんはメダルを集めてるか？メダルですか？ああ、いや。まあ今回集めてますよ、頑張って。それなら話が早いぜよ。俺も集めとるんじゃ。ノエルたちの言いなりみてえで尺ではあるけどよ。正直、脱出券の存在が気になるぜよ。脱出券？やっぱりね、脱出券について気になってる素振りだったもんね。あの、あと40枚なんだ、頼むぜよって言ってたやつ。なあ、景品交換所にはそんなものなかったんだが、ノエルはあるよとしか言わねえんじゃ。そこで思ったんだけど、メダルをたくさん集めれば何かわかるんかなって。それで集めてるんですね。そうぜよ。もし脱出券を手に入れて出口まで連れてってもらうとすりゃ、そこから反乱を起こして全員で逃げることだってできるかもしれねえぜ。もちろんそんなうまくいくとは思ってねえかな。なるほど。九太郎さんは包み隠さず教えてくれた。でも
本当に脱出権を得た時に、みんなのことまで考えてくれるのかは、疑問だ。そこはね、九太郎さん結局は、もうやっぱり自分を一番に考えてしまうっていうところはあるからね。まあ、人間として、こう、当然の考え方ではあるのかもしれないけど。九太郎さんはフェアプレイ精神がある、けど、だからこそ正当に得た権利をどう扱うのか。わー、なるほど、ここで権利の話するんだね。どげんした、サラ。いえ。そんでどうだ、サラ。20枚でいい。交換せんか？どうしよう。まあ、交換しといていいんじゃない？これセーブしないし。はい。交換しましょう、九太郎さん。おう！はい、マイメダル20枚。また気が向いたら交換しようぜ、サラ。これで取引は終わりだな。なるほどね。かっこよすぎる。あれ、ここってどうしたんだっけ？私ちょっと調べます。おー、あ、レコさんこの時いなかったのか。なるほどね。そっかそっか。どこの条件でレコさんが出てくるのか。アリスさんとのイベントがないとここでレコさん出てくるのかな。なるほど。じゃあ、この時はナオちゃんとお話ししてたみたいなんで、キュー太郎さんとレコちゃんからお話聞いていこうかと思うんですけど、まず多分セーブするのがレコちゃんなんで、キュー太郎さんから先に話聞いていこうかな。これはセーブしたんだよな。じゃあ、キュー太郎さん話聞くわ。サラ、お前さん暇か。たまには交換抜きで話してもせんか。オッケー。おう、嬉しいじゃねえか。まあ、座るぜよ。お前さんしっかり休めてるか？顔色悪いぜよ。そうですか？なあ、そんな顔のやつにゃ、マウンドを任せちゃくれんぜ。マウンドって、野球か何かですか？そうか、お前さん野球に興味ないんやっけ。すまんな。九太郎さんは野球選手なんですよね。二軍だけどな。怪我っちゅうのは恐ろしいもんぜよ。下手すりゃ戦力外じゃ。二軍にいさせてくれるだけでもありがてえぜよ。俺は個人で育ったからよ。スポーツに詳しい親がいたわけじゃねえんだ。指導者に恵まれたわけでもねえし、努力とパワーのみでプロまで来た。一流に対抗するなら練習しかねえ。そう思って体をいじめすぎたんだろうな。いや、もうめちゃくちゃムキムキだもんね。晴れ舞台を前に、このタフな肉体すらぶっ壊しちまったのよ。無理しちゃったんですね。そういうことだよ。だからお前さんも無理すんな。体調管理はしっかりせえよ。うまくて健康的な食事、適度な睡眠、運動。はい。まあ、お前さんには親がおるもんな。そっか、なんか体がでかすぎてさ、あんまりこう、九太郎さんのこと気使ってあげられてなかったけどさ、個人で育ってるんだもんね。ってなったら、確かに人間のことなかなか信用できなくても、おかしくないなぁとも思うわ。その人を警戒して育ったっていうのは、うん、なんか、生き様に出てるね。なるほどな。親は好きか？はい。だよな。匂いでわかるぜよ。孤独な奴と愛された奴の違いはな。かい。あいつからは、孤独な人間の匂いがした。あ。奴のことは何も知らねえが、同類として、意志は組んでやりたいんじゃ。九太郎さん。すまねえな。息抜きのはずが真面目な話しちまった。そうじゃ、サラ。お前さん好きな男はいねえのか？何ですか、急に。学校に一人ぐらいおるぜよ。青春ってやつだ。この人、こういうところはガサツだ。
いません。答えません。みんな大好きです。秘密。答えません。答えません。ってことは、いるのか。やるじゃねえか、サラ。精神を謳歌してるぜよ。私は用があるので、これで。逃げたぜよ。これで、話し合いは打ち切りだな。サラちゃん好きな人いんのかな。あ、で、これでスマホ回収しに行くんだね。なるほどね。オッケーオッケー。では、次、ちょっとレコさんとメダル交換しましょうかね。はい。では、レコさん、お願いします。サラ、メダルを30枚交換しないか、一応少し内容聞いてみるか？いろいろ考えてさ。結局、自分のメダルは何にも使えないだろ？景品交換所のアイテムと交換できるようにしておきたくてな。どうだ？交換しないか、30枚。30枚はなかなかの数だと。そうだね、ここでレコさんと30枚交換したら、お互い個人情報を得れるぜってことだもんね。話し合おうか。いい。そう来なくちゃな。コーヒー入れるよ。ありがとうございます。ん？どうした？緊張してないか？いえ、そんなことは。おい、サラ。俺は別に何も企んじゃいないぜ。あ、俺か！もう、こう、あれか。姿形が入れ替わってる状態か。なるほどね。ただメダルを交換してみてもいいかなって思っただけだ。やっぱり自分のメダル持ち続けてもメリットはないみたいだし、他人のメダルなら景品所でクリアチップと交換することもできるだろう。確かにその通りだ。それとも30枚は多すぎたか。あ、さてはサラ、俺に個人情報知られるのが怖いのか。そうか、ここで30枚渡すとレコさんの手にも私のメダルが50枚揃ってしまう。知られても別にいい。知られたくない。レコさんの個人情報が知りたい。まあ、知られても別にいいっすよ。だって、知られて困ることないっすもん。って言いたいけど、どうだろう？レコさんの個人情報知りたいんすよって言って、レコさんどういう反応するんだろうね。まあ、いいんじゃない？知られても別にいいですよ。レコさんになら、別に知られたって構いません。あのなあ、サラ。俺は今のサラが分かってりゃ、過去なんざ関係ねえんだよ。レコさん。おー、なんか、もう偽物でもめちゃくちゃいいこと言ってくれるな。サラがもし仮に犯罪者でも、クソ野郎でも、今のお前は、困難に立ち向かい、俺たちを導くヒーローだ。そこに変わりはねえ。違うか？アリスさんにもそれ言ってあげてよ。俺はサラの個人情報なんざ見るつもりね。安心しろよ。まあ、交換するかどうかは、サラの意思を尊重するぜ。どうだ？メダル30枚の交換。しないか？30枚はなかなかの数だ。それでも、この取引を行うべきだろうか。行おう！もう断る気ないよ。わかりました。交換しましょう、レコさん。交渉成立だな、サラ。はい。これで取引は終わりだな。レコさんに個人情報見られたりとかするんだろうか、これって。どうなんだろうね。ではでは、別セーブ一応取っとこうかね。怖いからね。もしあれだったら、キュー太郎さんとか、ナオちゃんと交換する未来も全然ありなんで。じゃあレコさんの個人情報見ましょう。それでは景品はこちらです。やった。この起動装置をモニタールームでお使いいただけると個人情報を視聴することができます。オッケー。レコさん見させてもらうぜ。はい、モニタールームでのみ。オッケー、視聴しましょう。どこがつくんだろう。おお、そこがつくのか。おい、よう、サラ、どうしたんだ？これがレコさんの人工知能。あれ、なんか変だな。そうか、俺は人工知能なんだっけ。お話を聞かせてもらってもいいですか？いいぜ、何でも聞けよ。おー、じゃあ聞いていこうか。経歴。23歳のイケイケシンガーソングライターです。みたいな感じか？
子供の時からずっと音楽が好きでさ、クラシック、民族音楽、ヘビーメタル、何でも聞いたな。小学生の頃くらいかな、気づけば作曲も作詞も始めてたな。本能が体を動かすんだよ。その頃は楽しかったな。周りも褒めてくれたし、親も純粋に喜んでくれたっけ。天才小学生、そんな風に言われてから雑音が増えてきたんだ。金儲けしたい音楽業界のおっさんども、顕示欲に取り憑かれた父親、気づけば俺の魂が入っていない音楽ばかり作らされてさ。中学からもう反抗だよ、ロックだぜ。求められてない歌や曲ばかり作ってやった。それでも雑音はついてもあったよ。さすがの俺でも精神がやられてきてさ。高校以降はもう味気がしなくなってた。怒りしか俺の活動源はなくなった。有名になるチャンスは何度もあったけど、全部ぶっ潰してやった。完全に業界の問題児だぜ。どいつもこいつも俺から離れていきやがった。メンバーすら集まらなくなったから、アリスを借り出してバンドやったっけな。2年半前か、あいつが事件を。まあとにかく今の俺があるのはクソみたいな過去があるおかげってことだ。勉強になっただろ、サラ。なるほどね。では次、まだ何か聞きたいのか。身体的な情報を聞こう。身長190、間違った。身長169センチ、体重55キロだ。運動神経には自信あるぜ。振り付けとかも一発で覚えるから、記憶力もまあ、いけるかな。あ、だからメモリーダンス得意分野だぜって言ってたのか。なるほどね。まあ、球技とかちょっと苦手だな。つうか、音楽に関係ないことはあんま苦手かもな。ちなみに3サイズは、サラちゃん？教える必要ないだろう。何でも答えてくれるわけじゃないのか。人工知能も少し面倒くさいな。サラちゃん？あれ？私に似てきた？サラちゃん。どうした？いや、私も聞こうかなって思ったら、サラちゃんが勝手に聞いてくれたもん。びっくりしたよ。親族について。親族か。母さんは好きだよ。ちょっと変わってるけど愛情も感じるし、迷惑ばっかかけしまって、孝行しないといけないよ。うん。親父は、まあいい人ではあるんだけど、誘惑に負けるっていうか、一本筋が通ってる人間ではないな。嫌いな時期は結構長かったけど、親父も今は目が覚めて、元の地味で質素な性格に戻ったよ。あとは、アリスか。あいつは、何なんだろうな。なんであんなことを。あいつが捕まってからしばらく、音楽から離れたんだ。ああ、今思い出した。珍しくその時日記を書いたっけな。今まで魂を注いだ音楽ってものが、途端にただの音の羅列に感じられて、無機質なものに感じられたって。音楽に興味がない奴って、こんな風に聞こえてたのかな、なんてさ。俺は昔から兄貴なんかどうでもいいって、口なんか全然聞かなかったんだけど。本当は、普通の兄貴がちょっと羨ましかったのかもな。当てつけであんな態度を。殺人なんて、すんだよな。いやー、性格が変わる前のレコさんもさ、だいぶアリスさんのことちゃんと好きだったんじゃんね。いや、それがあったからやっぱり大きく性格が変わったっていうのは、やっぱ考え方が大きく変わったっていうのは、そういうことだったんだろうなー。なるほどね。デスゲームの情報。なんでこんな目に遭っちまったんだろうな。俺たちには何か共通点があるのか。さっぱりわかんねえよ。共通点か、あるんだろうか。そうね。まあ、こんくらいしか言えることねえよな。大切なものについて聞こう。こう見えて、やっぱ身内は大事だろ？親孝行したいぜ。でもさ、今俺は、俺のオリジナルは、デスゲームをやらされてるんだろ？死んじまったら、孝行も何もねえよ。そう思うと大事なものって、
やっぱ自分の命なんじゃねえかな。楽器などは？楽器？レコさんに出会った一番最初に、宝物はボンゴだと聞いたんです。ボンゴ？確かに、新しいバンドじゃボンゴを使ってるけど、人工知能のレコさんはボンゴについてピンとこないみたいだ。あー、ここでわかるんだね。なるほど、なるほど。1位なぁ。1位ぜ。1位ぜ。ははは。ああ、エチかった。よう、サラ。芸能度100超えちゃったね。調子はどうだ？良いか悪いか？悪いっす。へえ。なんでだ？生きてるって素晴らしいことだろ？俺は最悪だよ、サラ。なあ、いつこっちに来るんだ？まだ行けない。なんだよ。まだ生きてたいのか？どうせまた生きるために人を殺すんだろ。最低だな。みんなに迷惑かけないうちに、さっさと死ぬんだぞ、サラ。それがお前にできる最大の優しさだ。ごめんな、ジョー。もう少しだけ待っててくれ。アトラクション、進めなきゃ。あー、そう。減塩度110。超えましたね、100を。なるほどね。これはちょっと別セーブにしときましょうか。はい。これ100超えたらゲームオーバーなるかと思ってたけど、そういうわけじゃないんだね。オッケー！ナイス！これが必勝法よ。サラ姉ちゃん、メダル20枚あげるから、僕のお願い聞いてほしいにゃん。これあれだ、ケイジさんと話しちゃったから、あのニャーちゃんクッション洗ってあげられなかったんだよね。ちょっと洗ってあげようか。はい。ありがとうにゃん。それでどうしたんだ？あのね、アトラクションとか探索とかやってるうちに、僕の抱えてるニャーちゃんクッションが汚れてきちゃったにゃん。こいつは僕の相棒にゃん。助けてやってほしいわ。相棒か。確かにいい面構えをしている。確かにな、いい面構えをしているな。同じこと言っちゃったわ。え、すごい。あ、よく見ると結構しっかり目つきが、鋭かったんですな。物を大切にするのはいいことだ。助けてやりたいが、その、洗っていい素材なのか？にゃーちゃんは。大丈夫にゃん。すっごく作りがいいから、洗っても洗ってもボロボロにならないわ。ガッツあるクッションだな。だけど、洗濯機がないからな。手洗いするにしても、水と洗剤が。これ絶対ハンダキ。当たり。洗いましょうか。そのクッション。ああ、どこから出てきたわ、メロンソーダ女。ごめんなさい。ちょうど医務室に薬品を開発した時に使用した洗剤があるので。お前らなんかにニャーちゃんを渡すわけないわ。メロンソーダ飲んでろニャン。はい。なぜ急にそんなことを言い出すんだ、ハンナキ。いえ、一応皆様は大事な参加者なので、最大限のおもてなしをしろと言われてます。誰にだ？フロアマスターです。ノエルがそんなことを言うのか？フロアマスター、あれなんでしょ？佐藤、なんだっけ、ガシュー。あれでしょ？受付人形くんでしょ？ガンギマリくんでしょ？もちろん、悪さをしようとは思ってません。綺麗な状態で、
にゃーちゃん様をお返しします。嘘はいいけでこりごりにゃん。人殺しメロンソーダはあっち行けわ。待て銀ハンナキ、その約束は絶対に守ると誓えるか。はい、金くんの不利益になることをせず、にゃーちゃん様をきれいにすることを誓います。そうか。シャラン姉ちゃん、本気でこいつににゃーちゃんを渡す気にゃ。ああ、やってもらおうじゃないか。では、早速きれいにしてきますね。シャラン姉ちゃんがそう言うなら信じるにゃ。お願いは、ひどいことしないでにゃ。はい、すぐ戻ります。大丈夫か。おい、すごく綺麗になったにゃ。あれ、にゃーちゃんクッション表情変わるんだ。そっか、銀くんが強気な顔してるときにゃーちゃんクッションも強気な顔になるんだね。あ、へー、あ、今知ったわ。全然気づかなかった。さらに好きになっちゃうじゃん。ほんとだ、よだれの跡みたいなのも消えてるね。そんなの初めからないにゃん。よかったです。本当に丈夫なにゃーちゃん様です。よかったなあにゃーちゃん。心なしかにゃーちゃんも喜んでいるように見えるぞ。あ、確かにこれ目隠しされてるとき口開いてんだな。あ、なるほど。あ、気づかんかった。いいね。あーん、でっかしたじゃん、メロンソーダ女。どうも。お前ならデスゲームさえやめれば仲間にしてやってもいいわ。何か勘違いしてませんか。あくまで皆様が参加者だからおもてなししているだけです。分かり合えるなんて思わない方が身のためですよ。あ、用が済んだなら去ります。なんだわあいつ、ムカつくにゃ。まあいいじゃないか、にゃーちゃんも綺麗になったし。シャラ姉ちゃんのおかげは。約束通りメダル20枚あげるにゃん。あ、そうか、そういうお願いだったな。まあこれもらえば銀くんの個人情報をもらえるから、もらおう。銀からメダルを20枚もらった。クリーニング代、そういうことにしようか。うん、シャラ姉ちゃんなら真剣に聞いてくれるって分かってたにゃ。ありがとう。あ、メダルがなくたっていつでも声をかけろよ。わかったにゃん。喜んでもらえると嬉しいな。これで話し合いは終わりだな。シャラン姉ちゃん。どうした？どうした、銀？あー、こうなるのか。なるほどね。はいはいはい。犠牲者のビデオを見るんだね。オッケーオッケー。ではではでは。また何か新しいところがあったら、使います。